今日はですね、テレビとかでマスコミが大騒ぎしている統一教会の問題について、語りたいなと思っておりますが、安倍首相がですね、教団に倒れてから、最初はですね、こう安倍首相をこう攻撃していたいわゆる安倍が一族の左翼の系統の人たちがですね、一瞬黙ってやばいみたいな感じになってたら、その犯人が、母親が統一教会にですね、多額の献金をしていて、それでですね、恨みに思った統一教会と、仲のいい安倍首相にターゲットを絞ったんだみたいな話が出てきて、途端に自民党幹部とか安倍首相が統一教会みたいな宗教と仲良くズブズブになってたのが悪いんだみたいな、また突然、安倍首相を叩き始めたというね、安倍元首相を叩き始めたということで、そして自民党との関係を、叩き始めたということで、なんかとんでもない状況になってるなと思ったのは、これそもそもですね、テレビ局の幹部の人たちって割と左翼系の人たちが多くてですね、全共闘とかやっていて、なんかいわゆる一流企業的なところに就職できなくてですね、テレビの制作会社とか行っちゃったりとかですね、そういった人たちが結構多くて、そういう思想を持ってる方々が多いので、そういう問題になるとどっちかっていうとやっぱり左翼寄りの話になっちゃう。あとですね、これ自民党の議員だけじゃなくてですね、旧民主党をはじめとしたですね、様々な議員さんとですね、統一教会が選挙協力、していたと。で、統一教会の信者って、先日もですね、宗教学者の島田裕美さんと対談した時に聞いたんですけれども、日本国内にせいぜい7、8万人ぐらいしかいないということで、例えば250万人ぐらいの信者がいると言われてるですね、創価学会とかに比べると全然政治的な力ってほとんどないわけですよね。だって7、8万人ですよ、全国。すべて頑張って。それぐらいの勢力がですね、政治的パワーを持つというのは、おかしくて、じゃあなんで政治に近づいてたかっていうと、我々は政治家と仲がいいので、まともな宗教なんですっていう、そういうふうな墨付きを得るため、それはその通りだというふうに僕も思いますけれども、近頃の新興宗教、いわゆる新宗教というのはですね、例えば新入園、みたいなですね、芸能人が割と信者多かったりとかする、そこそこ勢力ある宗教団体なんかはですね、もう政治とは一切関わりを持つな、なんていうふうな話をしたりとかして、むしろ、今回みたいに、旧統一教会みたいにですね、巨大ブーメランでですね、政治と関わりがあったからこそですね、とんでもない、テロにあって、もう評判ガタ落ちみたいな感じに、なったりするリスクを考えるとですね、あんまり政治近づきすぎない方がいいんじゃないかなんていう話もあったり、するところであります。どちらにしてもですね、今回の件でいくら統一教会を叩いたところで、カルト宗教の問題と、そのカルト宗教をだったところが政治とどういう関わりを持つかっていうのは、またちょっと分けて考えなければいけないような問題だと思います。いわゆる霊感商法的なものというのはですね、宗教に限らず、情報商材だったりとかですね、信じてしまう人たちっていうのはある一定数いるわけで、その信じてしまう人たちに対してですね、どのような制限をかけるのかっていうのはなかなか難しい問題ですよね。例えばギャンブル依存症とかだと、その上限金額を決めるなんていう話もありますけれども、こういった宗教団体に限らずですね、結社の自由、信仰の自由となりますので、そういったところにいくらお金をかけるのかっていうのは本人の自由である部分っていうのもあって、そこをね、不当に制限しちゃうと、こういった問題の時に、規制規制って大体言うんですけど、こういったところに乗っかって政治家が規制をやると、結局官僚天国になっちゃうと。すなわち検察だったり警察だったり、そういった権力が摘発できる利権を増やしてしまうことに、ただなってしまうだけというところは慎重にならなければいけないと思います。カルト宗教そのものの危険性、そしてそれに対するその規制をどこまでかけるのかみたいな話と、今回の安倍首相の問題、すごいセンセーショナルに描かれたわけですけど、どこまでズブズブだったんだとかって、
実はあんま関係ないですよね。そもそもですね、ああいうテロ行為を、白昼堂々と許してしまっていいのか、そしてその警備体制は十分だったのでしょうか。別に、その、今回は統一教会、まあお母さんがね、統一教会に金をつぎ込みまくったことに対する逆恨みだったわけですけれども、こんな形の逆恨みっていうのは、別に統一教会に限らずですね、ありとあらゆるところで逆恨みがあるわけです。最近あの死刑が執行された秋葉原、連続殺傷事件の加藤、元死刑囚、なんかで、俺は母親とかにスパルタ教育をされて、結局、まあそれが原因で、社会的な地位もないし、持てないし、うがーみたいな感じで社会に対して逆恨みみたいな話ありましたけど、まあ問題に関してはそれ、一緒だよねっていう。それにさらにですね、SNS が拍車をかけるっていう部分はあったと思うんですよ。まあ今回の件もですね、安倍さんが狙われたことっていうのは僕は一つの原因、まあ全てがそうとは言いませんけれども、ネット上で安倍側の人たちが安倍さんは悪い人だみたいに、もう安倍は死んでもいいとかね、あのカタカナで安倍って書く人たちですね、ああいう人たちがですね、めちゃくちゃ攻撃をしたことっていうのは全く無関係とは到底言えないなというふうには思っておりますので、そういったところネット上である特定、個人に対してですね、攻撃を加えるようなことを、それをさ、みんなで寄ってたかってやってる、今実際寄ってたかってやってますよね。マスコミ、そしてそのテレビとかを信じる人たち、一部の安倍側の人たち、こういった人たちがですね、疑惑だとか、自民党が悪いとか、安倍は自己自得だとかですね、そういったことをまた言ってる。そういった集団でのですね、個人いじめっていうのはどうなんだろうと、僕はいつもこういった問題が起きるたびに思っております。他に重要な問題たくさんあります。こういったことだけでですね、時間を消費したりとか、人々の注目を引いたりするのはですね、そろそろマスコミの人たち、やめましょうということで、いってらっしゃい。